はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。たまには甘いものが飲みたいな。はい、僕カズマックスね、普段このコーヒーワールドで、まあ基本的にブラックコーヒーを飲む、入れる動画作ってますけど、まあ甘いものも好きなんですよ。お菓子とか、そう、甘いもの大好きなんですよ僕本当はね。で、まあでも基本的にお菓子、甘いお菓子と、まあ、ブラックコーヒーを合わせて、まあ飲んで食べるってことが、まあ多いんだけども、まあたまにはね、甘いドリンクも飲みたいですわ。で、たまにコーヒーに蜂蜜とか入れたり、あとはまあ砂糖とかね、ミルクとか、まあちょこちょこ入れたりもするんですけど、今日はですね、はい、こちら、皆さんご存知、森永のミルクキャラメル、まあ駄菓子屋とかにね、まあ、どこにも売ってる定番のやつですよ。こいつを使って、まあ美味しいね、キャラメルのコーヒードリンク、アレンジメニューをね、作れるっていうんで、ちょっと作っていきたいと思います。ツイッターでレシピを見つけたんですよ。まあキャラメルシロップとかって結構高いじゃないですか。スターバックスとかで、まあ、売ってるけど、まあ、そこまでしなくてもちょっと美味しいドリンク飲めたらいいじゃん。まあ試しのつもりでね、やってみるつもりです。で、使うのが、はい、久しぶりに、はい、こいつですね、マキネッタ。エスプレッソに近い、まあイタリアで使われている、まあ急須みたいなものなんだけども、まあエスプレッソマシンほどこうしっかり濃厚ではないけど、強いね、コーヒーを入れることができる、モカコーヒーっていうのを入れることができる器具でございます。こいつを使っていきたいと思います。まあ、だいぶ昔にね、マキネッタシリーズっていうのも作ってるんで、もしよかったら見てみてください。はい、それではやっていきましょう。はい、用意するものはこちら、まずマキネッタですね、こちらと牛乳、僕は明治美味しい牛乳が大好きです。そして、ミルクキャラメルに、あとはお塩ですね。まずはマキネッタ用の豆を準備いたします。僕はだいたいペーパードリップで、もうちょっと味が落ちてきたかなって思ったような豆は、アレンジメニューに使うモカコーヒーに流用することが多いです。まあ考え方はいろいろあると思いますけどね。エスプレッソほどではないですが、細引きにします。細引きにするとさ、やっぱ粗引きの時よりも香りは出やすいから、めちゃ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 いい香りがするよね。あー、たまんない。はい、オッケー、モカコーヒーは出来上がりました。熱いので気をつけてくださいね。よいしょ、置いといて、次は牛乳です。手鍋に 140cc、 そしてここでキャラメルですね。え、待って、昔こんなちっちゃかったっけ。え、こんなちっちゃかったかな。うん、まあいいや。このキャラメルを4個ですね。
今日は2人分作ります。でポイントなのがここで塩を少々入れるんですよね。少々ってどのくらいだろう、一つまみどのくらいかな。前にねコーヒーに塩を入れると美味しいっていう、まあ、噂を聞いて実際やってみたこともあるんだけど、多分あれとはまた違って、でもこれはミルクキャラメルの甘さをこう引き立たせる、甘さにアクセントを加えるタイプだから、どうなんだろうな、そこまでね強くなくていいと思うんだよね。本当にちょっとでいいや。よし、でこいつも火にかけて、溶かします。あんまり強すぎると焦げる気がするな。まあ少しずつ温めればレンジでもいいような気もするけどね。まあないとは思うけど、キャラメルが爆発しても怖いし。あ、ちょっとずつ溶けてきましたね。はい、若干色がついてとろみもついてきました。うまそう、もうこの時点でうまそう。まあ言うたらこれキャラメルミルクですからね。オッケー、しっかり溶けたんで、じゃあ火を止めておろします。あんまりね加熱しすぎても牛乳が臭くなる気もするので、よいしょ。さあそれじゃあ最後にこの2つを合わせます。やばいな、うまそうです。はい、 OK、 出来上がり。よし、はい、というわけでですね、思っていた以上にかなり美味しそうに出来上がりました。じゃあいただきます。かなりね、もうキャラメルのいい香りがしてるんですよ。いただきます。熱い。うん、あーあ、結構コーヒーもしっかりしてる。あ、なんかね、ちょっと思ってたのと違った。あのコーヒーの苦さとキャラメルの甘さがなんか共存してる。あの甘じゃない、全然しっかりコーヒーの苦味とかで、まあボディ感、あのしっかりとした飲み応えを作りつつ、キャラメルと牛乳でこう柔らかくなってる。うん、決してジュース感覚ではない、だけど甘い、ちょうどいい。ああの予想と全然違ったんだけど、すごい求めてたドリンクだわ。あ、うまっ。多分これコーヒーの量とかで、ね、調整もできると思うんだけど、キャラメル増やしたりとかね。でもしっかりドリンクになってますね。キャラメル使って全然、うん、問題なかった。でそれに、これさらに、キャラメルじゃなくて砂糖を加えるっていう、まあ、手もあるだろうし、まあ、やり方はね、たくさんあると思います。うん。で、まあ、コーヒーとキャラメルと牛乳なんて、まあ、そりゃ合うさな。で、あ、そっか、塩が入ってるんだ。確かにちょっと塩感じるかも。うん。やっぱり甘さのいい感じのアクセントになっていて、うん、量的にも一つまみで良かったですね。あんまり入れすぎると多分しょっぱくなると思う。あ、ってなると、まあでも塩キャラメルとかも面白いのかな。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーワールド、今日は久しぶりにマキネッタを登場させてみました。まあこれ1台あるだけでね、ほんと手軽にアレンジメニュー作れますし、バリエーションも広いですしね。エスプレッソ系が好きな方、あ、まあカフェラテとかカプチーノとかアイスラテとか自分でやりたいって方はぜひぜひチェックしてみてください。まあイタリアでね、長く愛されてるっていう理由はここにあるでしょうね。ほんと手軽で美味しくていいです。はい、というわけでまた次回お会いしましょう。じゃあね。